はい、皆さんこんにちは。今日は iPhone11 用のケースです。待望のね、新製品が出たのでこちらでございますけども、はい、これですね。マイナスというね、ところのね、軽量スリムミニマルデザインというね、まあ3拍子揃った私好みのね、ケースなんですけども、今日はですね、こちら iPhone11 用が新製品として出たんでね、こちらにつけて試していきたいと思っています。はい、ということでこちらマイナスのね、iPhone11 用ケースってことでね、マイナスといえば私はね、 iPhone10 の時にね、白いやつを使っていたわけですね。で、ただね、まあ、白ね、とてもね、デザイン的にはね、軽量スリムミニマルでね、好きだったんですけど、ちょっとね、表面が滑りやすかったんですよね。ところがね、あの iPhone10S のものがね、出てからですね、こちら黒だけみたいですけど、ラバーコーティングみたいになりましてですね、非常にね、手触りが滑りにくくなったということでですね、今回11用を購入してみました。本当にね、やりすぎてないね、マイナスのデザインというのがね、こちらの特徴というね、ところでね、このようにね、書いてますよね。引き算から引き算の美学から生まれたとね、書いていますね。はい、それではね、開けていきたいと思います。早回しですけども、おっと、カッターが必要でしたね。で、こんな感じで、出てまいりました。じゃーん、おー、飾り気ね、いいですね、シンプルでね。で、まあ黒のね、これマットのね、まあ一応ラバーコーティングらしいんですけども、で、内側このマイクロファイバーがね、貼ってあったりして、まあとにかくね、これ薄くてね、軽量です。で、この位置だけね、スリットン入ってて、まあこれ装着の時のね、まあ補助になっているそうですけども、で、このね、サイドもボタンがね、ポチッとね、あるだけだったりしてですね、とてもシンプルです。で、先にね、重量のをね、測ってしまいます。で、こちらが、はい、20g というね、ことでね。で、ちなみにこれ、まあ、サイズ違いなんでね、参考程度ですが、iPhone X 用の白は 15g だったんですよね。で、私が持ってるね、11用と比べると、2番目にね、つけているということで、まあ、エアジャケットとね、ほぼ同じ、ピタカよりはちょっと重いという感じですね。で、とにかくね、つけてみたいということでね、こちら iPhone11 のね、パープルにね、つけますけども、で、これね、注意がね、必要なのは、このボタンのところをね、左側を先に入れて、そーっとそーっとここ引っ掛けないように入れていくわけですね。で、なんかちょっとね、ヘリがね、傷つきやすいんで注意というふうに書いていましたが、今ね、下の方もね、ピタッとね、入ったということで、で、こちらですね、いやー、手触り、あ、結構ね、まあなんか、ラバーとサラッとの中間というね、感じでしょうかね。うん、なるほどね。で、まあ私ね、この iPhone11 については、もう基本的にはね、何もつけなければ両手操作なんですけど、今までね、使った中で、なんか一番スリムに感じるかもわかんないですね、これね。まあピタカもスリムはスリムなんですけど、まあぐるっとね、保護しているものの中ではね、最もスリムですね。で、ここのね、カメラ部分がね、なんといってもね、シンプルなデザインになるということで、まあ11はね、二眼ですけども、まあ、そのあたりがね、とてもね、シンプルな仕上がりに見えてくるというね、ところでですね、うん、いいんじゃないでしょうかね。で、こちら画面のね、ところはね、これはね、立ち上がってないタイプなんでね、今ガラス貼ってるんで、まあ、そうするとね、ガラスの方がね、上になっちゃいますけどね。まあ貼ってるからね、私はそんなにね、気にならないというね、とこですけどね。で、この下の部分、このようにね、穴もぴったりというところで、とてもね、綺麗に仕上がっています。まあ真ん中のスリットはね、まあ好み分かれるかもしれませんが、仕方ないですね。で、この部分は、のようにですね、ポッチになってるんですよね、サイドボタン。で、上はツルッとしていて、こっち側が、このようにね、これマナーモードのね、ところはね、まあ、指の腹でね、ギリギリいけんのかな、でもダメな時もあるみたいな感じではありますね。うん。そんなところでね、で、ボリュームのね、ところについては線が入ってるだけなんですよね。で、こちらね、持った感じ。うん、やっぱね、握りがね、とってもスリムですね。うん、これね、後で、ね、寸法を測ってみますけども、とにかくね、キュッとね、手にフィットする感じがいたしますね。うん、
いいな。でこれ iPhone 10用のホワイトとね比べると、まあ共にね引き算の美学という感じでですね、まあとてもねミニマルなデザインになっています。であとはね机に置いた時カメラのね段差が埋まるのでガタつきはないようですね。でカメラのところはねこれ真ん中が少し分厚くなってる関係でですね、まあ、内側の方がね少しね深く入ってるんですね。でまあこのレンズの方がねしっかりできています。であとはねボタン、ここがね、ボリュームボタンがこの線が入ってるだけなんでね、とてもシンプルでいいです。反応もねとても良いというね感じで、でこれなんかね目安も分かりやすい上にですね、ちゃんと反応がいいということで、スリープボタンについてはポッチだけですが反応いいですね。はい、それで外側寸法なんですけども、どのぐらいね大きくなってんでしょうね、77.8mm ってことで、だからねこれは3番目ピタカよりは厚みがありますけども、だいたいね1ミリ厚ぐらいなんでしょうね。エアジャケットよりも幅が出なかったですね。で内側寸法ですけども、これはガラスフィルムなんかとのね干渉に関わる寸法ですが 73.8mm ですからね、これが一番ね開いてる感じでですね、まあ、ほぼね、ほとんどのガラスとの干渉はないんじゃないでしょうか。で生地での滑り具合ですけども、恒例のフェルトの上でね滑らしてみますが、でこのようにですねラバーチョコーティングなんで意外とね粘るんですよね。結構なね角度までいきました。でちなみにこれ何もつけない状態だと11はですね光沢仕上げなんでね割とスルッといってしまいます。でパワーサポートのエアジャケットもこれ光沢仕上げですからね、これもスルッといっちゃうんでね、2つともね、これマイナスの方が良かったですね粘りは。で、まあ、ただね手でね触った感じは割とこの辺がまあまあ近いのかなというところですけど、まあでもねピタカのがちょっといいのかな。でこういったものよりはね全然ね手で滑らない感じですが、まあ、湿り具合があるとですね光沢仕上げのものの方が吸い付いてくるというね、まあ、そんなようなね位置づけになるでしょうかね。でまあ、こういったですね純正シリコンよりは粘りはないですね。ただね、この中間ぐらいなのかな、この右のサラッとしたタイプとのね、まあ、そんなようなね手触りでございますね。で外すときはねどうなんでしょう。結構ね外すときはこのケースをね壊しちゃう可能性があるんで、爪を立てるな指の腹でというねことなんで、こういう感じでねずらしていくんですね片側から。でもう片側もねそーっととね指の腹でやるとこうやってね外れるというところで、であとはねこのスライドさせて外すだけなんですけども、とにかくねこのエッジの部分がね薄いですからね、これ1ミリぐらいなんで、ここをね傷つけないように爪は立てないでくださいということでした。で充電関連です。でまずはチーワイヤレス充電、まあ、これはねもう歌ってる通り問題なくできるというねところでね、まあ当然ですが、ね、充電可能となっています。であとはライトニング、一番大きそうな、ベルキンのねやつを入れましたが、これの場合はねこのもうかぶさっちゃうんですけど厚みがないですからね、充電はできるというところでね、まあどんなケーブルでもねいけるんじゃないでしょうか。であとはオズモポケットで、これもねあの薄いんでね、しっかりね反応するということで、見るとね隙間も開くぐらいね余裕があるというね感じですね。でリングなどどうなんでしょうね。これ11だからねリングとかつけたい方もいらっしゃると思いますが、ちょっとねこれ裁量になっちゃいますが、ポップソケッツをねつけてみました。でグッとねつけて、これね持ってみたんですけど、まあそこそこ力はあんのかなっていうね感じですが、ただねこれなんて言うんだろう、使ってみててねやっぱ温まってくるとねちょっとこのポップソケッツ特有の特性でねちょっと外れたりもしたしね。でこれちなみにね剥がしてみると、なんかいつものねエアジャケットとかと比べるとね接着力弱いんで、あんまりおすすめできないかもわかんないですね。でこれもねちょっと裁量になっちゃいますが、アイリングリンクっていうのかな、これがね、どうかなと思ってね貼ってみたんですけど、でこれについても、こうやってね持ち上げるぐらいだったら大丈夫なんですけど、ちょっとねこのやっぱ接着力がなんとなく弱い感じがしますよね。でっていうのもねこれ、まあ、特殊なラバー調コーティングをしてるのと、ほらこれ真ん中分厚く傾斜してるじゃないですか。湾曲がねちょっと悪さをしてる可能性はあるんで、
まあ、ちょっとね新品だと分かんないんですけど、どちらも粘着力弱い感じがしました。でこちらのねこのポップグリップスライドというやつですけどね、これがね意外に寸法的にはね少し緩いはずなんだけど、ラバーチョコーティングがいい方に働いてですね、意外にね使えそうな感じがしました。まあこれねズレとしてはね、決して強くはないんですけども、ある程度のね力はね摩擦力はあるという感じで、だからまあリング関係つける方はですね、このポップソケッツスライドがいいのかなっていう感じはねしましたけどね。でまあこれねしばらくね使ってみて、まあ多少ねやっぱり指の油なんかはね、つく可能性がありますね。まあ黒ですからね、まあ、ほこりもね多少はねラバーチョコーティングなんでねついてくる感じはね見受けられましたけどね。はい、ということでね今日はねこちらのマイナスの11用をね試してみましたけどね、まあ、このねミニマルデザインとってもね個人的にはね満足でしたね。でまあこの白をね10で使ってた時と比べてもね、この黒のラバー調コーティングはね、まあ比較的ね、摩擦力もねありますしね、本当にいいんじゃないでしょうかね。うん、なんかそのパープルでね使うのもいいんですけどね、クリアケースで、まあ、こうやってね生まれ変わらせて、渋い方向性でね使うのもね、私としてはね満足ですね。まあ、これお値段ちょっと高めですけども、好きな方はね結構ね気に入ってくださるんではないかと思います。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。